さてとね、奈良まで戻ってきましたけどね、感じ線の方乗ってても知らないですからね。あ、でもそっか、ちゃんと接続しとるんやな。さあ奈良に戻ってきたし、まあ飯食っ、今から国にいたらちょうどいいっしょ。なんか観光な感じになってますね。チャージは十分してあるで、通ってたら大丈夫でしょ。そっちは抜けるやんかな、こっちやな、はいはい、さあ飯どうしましょうね。さっきこっちから登ってきた、こっち側ってなんかあんのかな。そんなにこっち側はないはずなんだよな。店はもういろいろ空いてるはずですけどね。ちょっとまあ最大限の方とかに向かってたら何かしらあると思いますけどね。まあいっそのことも車出してちょっと郊外で食べるっていうのも手なんですけどね。駅前でちょっとさっきとね通りの筋を変えていろいろ見てみて、良さそうなとこあったら入ってもいいですね、そうや、そもそもどっから乗ってったらいいのか確認しとかんとあかんな。そもそも どのバス停で降りたらいいんやろ。セレナ、セレナとかリーフ、スライドドアから意外とやりやすそうですね。さあ、あれ最寄りのバス停なんていうんやろな。グッと行ってガッと行った方やね。なんか帳面見てもわからん。バス停一覧表みたいなんで、これでわかる？奈良町、近鉄奈良駅やろ。見といて、東大寺大仏殿がここやろ。なんかこっからこっちの方に行くやつに乗らなあかんのやな。春日大社の方行ったらあかんのやな。市内循環バスやったらあかんのやな。はいはい、これはリムジンバスってなっとっちゃうよ。県庁前、県庁の方、県庁までやったらあかんもんな。乗り場がいろいろあるから、いやわかんないけどですね。まあまあ仕方ない。まとまってる方ですよ。ね、これか。県庁東大寺から近、あ、じゃあ近鉄なら、あ、違う。これじゃあかんねや。これやあかん。これは近鉄なら行きましょうかもんな。これじゃああかん。どれや。ここは一般乗降場なんですね。便利ですね。あ、一応動線がこう分かれとる感じか。大型のバスとね。奈良、大阪、三重、ね。この辺りは早リニア帰っといたけど、特に奈良と三重はね、結構リニアをね、待ち望んでいる声が多いところなんですよね。いいや、トイレ借りとこう。もしかして私は大きな勘違いをしているか。俺バスあると思っとったけど、あっちにバスないのか。いや、こっちにまだバスあるな。まあ、ギリギリにこれを進めてきますね。奈良駅東、JR ってもう一つあるのか。あ、でも市場方面こっちかな。なるほどね。今確認してみたんですけど、なんか西口にも乗り場があって、そっちの方から出るみたいですね。確認してそっちの方から行こうかな。
うどん屋、へえ。これの良い説なんかは見えますけど、そうですね、1時間600円で飲み放題ですね。こっちか、西口バス乗り場書いてありますね。はいはいはい。ちなみに確認したら、11番乗り場、あっちか、今工事っていうところに行ったらいいみたいです。今工事っていうところら辺に止めとったみたいですね。13時26分、まあ10分ぐらいで来ますね。12はこうなんや。こんな構造なんです。こっちはちょっと離れてですね、14、13、12、11、15、16、ここでね、ちょっと覚えとかんとちょっと迷いそうですね。いや、こういう時便利ですね、 Google さん。やっぱり便利です。乗り場まで回ってますからね。11番乗り場の方で回っとったらいいみたいです。この青山住宅っていうのでいいのかな、天外門、般若寺方面、とにかく何でもお茶とか大安寺方面とかで、面白いですね。鴨駅の方まで行けるんですね。これも近鉄なら経由していくんや。11番これか。鎧、これでぐるっと回って押し込み中のこの今工事、この辺りでいいみたいです。まあまあ本数あるんですね。あ、でもちょっと逃すとまた20分とか待たなあかんで乗ってっちゃいましょう。はい、こっちの、あ、でも国見台でも行けるんや。へえ、あ、じゃあ5本あるんですね。もう10分に1本あるんや。じゃあそんな1本乗り遅れても大丈夫やな。うん、1本2本乗り遅れても大丈夫ですね。ちょっとじゃあ西側か、ちょっと見てきますか。こんな感じか。さっきうどん屋さんあったらうどん屋でもええかな。こっちはなんかもう完全に郊外に車でちょっと移動しやんとった感じですよね。場所も分かったし、軽く飯食いましょうか。今度ったらやめよう。さっきのところらへんとかが大和うどんとかなんですけど、なんか気になるやつね。大仏うどん、なんじゃこれ、でけえな。さっき軽く食ったけどな、気になりますよね。やっぱ気になる。普通に天丼セットは美味しそうなんですけどね、どうしようかな。さあ食べてきましたよ。ということでね、気になっとった大仏うどんってのをいただいてきましたけど、いや、なかなかなボリュームでしたね。麺はね 1.5 玉、まあ確かにね、まあそれぐらいだったらいけるやろうと思って、まあ、トッピングもね、まあ、天ぷらだしね、言うてサクサクといけるかなと思ったらね、いやなかなか、卵も丸っと1個で、ね、天ぷらとかね、入ってますし、エビも丸っと1個で、ね、ごぼう天じゃない、ちくわ天ね、大きいのが入ってましたんで、これはね、見た目、これ写真でわかるかな、これ、手のひらとか置いた方がわかりやすかったかもしれませんけどね、めちゃくちゃでかいですよ。横幅の面積が本当見た目すごかったですかね。一瞬来た瞬間におおって言ってしまいましたからね。さあ、あ、バスが来てる。あ、行っちゃった。まあ次に出て大丈夫ですけど、10分ぐらいでまた来るみたいなんでね。バレてたんかな。
そうですね、13時48分が出てたんで、月来るのが14時、14時3分のこの、これで国見台、国見台8丁目駅、これ乗ったらよさそうなんで、これで行きましょう。じゃあ10分ぐらい、ちょっとローソンで飲み物でも買っておきましょうかね。よいしょ。あれですね、四日市と違って、ちゃんと JR の方にもいっぱい来るんですね。航空自衛隊系。そう。JR の四日市駅は全部近接でほぼほぼ終わっちゃいますんでね、 JR のターミナルはでかいのはでかいんですよ。これぐらいの規模はあるんですけど、もう、屋根も何もない、あ、一応屋根はあるかね、ですけど、そんなところですんでね、それに比べると本当に立派です。向こう側にも立派なのありましたかね、東口の方にも。でもう5分もせずに来るはずなんだけど、ところでこれ行くか使えますよね、大丈夫ですよね。私当たり前のようにスッとチャージしてね持ってますけど、小銭結構なんやかんやって、お寺巡ってましたんでね、お賽銭で使っちゃいましたからね、やばいですよ小銭しかあります、使いませんって言われたら、一応千円札を崩せるはずですけど、どうでしょう、こうして見てみると、やっぱし奈良の地名って変わった名前が多いですよね。これでいいかな。これやな。行こうか、使えるね。行こう。